新型コロナウイルスに関する報道でよく耳にするクラスターという言葉。厚生労働省ではクラスターを同じ場所での接触が明らかな感染者が5人以上いる状況と定義しています。感染経路は接触感染、飛沫感染とされ、クラスターは換気が悪い密閉空間、人が密に集まって過ごすような密集場所、不特定多数の人が接触する恐れが高い密接場面で発生しやすいと言われています。多くの高齢者が生活し、それを支えるスタッフが多数出入りする高齢者施設や介護サービス事業所といった介護施設等は、いわゆる3密の条件が重なっており、クラスターの発生リスクが高い場所となっています。特に施設内でクラスターが発生すると、入所者の生命に関わる深刻な問題となる可能性があります。福岡県内でもこれまでに12カ所の介護施設等でクラスターが発生し、194人以上の職員や入所者が感染しています。なお、令和2年7月以降にクラスター発生件数が著しく増加していることから、感染対策の強化が必要となっています。介護施設等では、これまで感染対策マニュアル等に基づき、ウイルスを持ち込ませないよう外部からの感染経路を遮断するなど、さまざまな対策を取ってきました。万全を期した対応にもかかわらず、入所者に感染者が発生した場合、入院が原則ですが、入院先が決まるまでに時間を要し、やむなく入所継続となった時は、ウイルスを施設内で広げないための徹底した対策が必要になります。この動画では、新型コロナウイルス感染症が発生した介護施設等での対応職員編として、感染拡大を防ぐため防護具の着脱方法や感染者をケアする際の注意点などをご紹介します。はじめに、新型コロナウイルスに感染した入所者を介護する際に職員が着用する防護具について紹介します。感染拡大を防ぐため、基本的には全ての防護具は使い捨てで対応します。防護具は上からキャップ、フェイスシールド、マスク、防護服、手袋となります。防護服は長袖のガウンタイプを選びます。露出部分を少なくすることが大切です。マスクは防護効果が高いサージカルマスクを着用しましょう。ガーゼマスクは着用者が咳やくしゃみで飛沫を飛散させないようにするものですので、感染者がいるところでは絶対に使用しないでください。髪の毛に飛沫が付着するのを避けるため、髪の毛がすべて入るサイズを選びます。手袋は手首が露出しないサイズを選びます。2枚重ねて着用するので、ワンサイズ大きなものも準備しましょう。フェイスシールドは顔全体を覆うものが望ましいですが、目を保護するためのゴーグルでも代用できます。ガウンが不足している場合は、レインコートなど撥水性のあるもので代用可能です。またゴミ袋を使って代用もできます。この場合、肘から先は衣類を身につけず、飛沫がかかってもすぐに洗浄できるようにしましょう。防護具はグリーンゾーンで着用し、ガウン、マスク、キャップ、手袋2枚、フェイスシールドの順に着用します。時計や指輪は外しておき、着用前に手指消毒を行います。ガウンは破れている部分がないかを確認しながら着用します。
マスクの上下、表裏を確認しましょう。きちんとマスクで鼻と口を覆い、鼻に隙間を作らないように針金を曲げて鼻にフィットさせます。髪の毛がすべてキャップの中に入るようにかぶり、飛沫が付着するのを防ぎましょう。手袋は2枚着用します。インナー手袋の裾をガウンの袖で覆います。インナー手袋とガウンをテープなどで留めておくと着用しやすいです。次にアウター手袋にガウンの袖を入れて着用します。反対の手も同様にします。顔をすべて覆い、フレームやバンドの緩みがないよう固定した上で調節します。フェイスシールドは飛沫から目を保護するためのものですので必ず着用しましょう。すべて着用したら、正しく着用できているか必ず他の職員に確認してもらいましょう。チェック表を掲示し、確認を行うようにしましょう。防護具を脱ぐ際は決められた場所で脱ぎます。アウター手袋、フェイスシールド、キャップ、ガウン、インナー手袋、マスクの順に脱ぎます。1回ずつ手指消毒を行います。着用時はウイルス汚染の心配はありませんが、脱ぐ際は表面が汚染されている可能性がありますので十分に注意が必要です。脱いだものはビニール袋で密閉して捨てましょう。アウター手袋はウイルスに汚染されていますので、他の職員から消毒液を出してもらいます。アウター手袋を外す際は、手袋の表面が内側にくるように外します。外した手袋をもう片方の手袋の中で丸めて握ります。インナー手袋を着用した手で、もう片方のアウター手袋の外側に触れないよう袖口に差し入れ、先に脱いだ手袋を包み込むように外してゴミ箱に捨てます。外側の表面に触れないようフレームなどをつまんで外します。フェイスシールドを再利用する際はゴミ箱に捨てないようにしましょう。キャップの外側が髪や顔に触れないよう注意して脱ぎます。頭頂部をつまんで脱ぐと良いでしょう。ガウンの前面は汚染されている恐れがあるので触れないように注意します。背中の紐は他の職員に外してもらいます。外側が内側になるように腰のあたりで丸めながら脱いでいきます。この時ガウンの内側からインナー手袋も外し、一緒に丸めて廃棄します。ガウンの裾が床につかないよう注意しましょう。耳にかけているゴム紐をつまんで外し、表面に触れないよう捨てます。感染した入所者について、実際の介護に関わる場面での留意点を見ていきます。感染対策における手指消毒の基本は1ケア1手洗いです。滅菌作用の高い殺死機アルコール製剤を用いた手指消毒が手洗いの基本となります。石鹸、流水による手洗いは汚れを落とし、その後に行うアルコール消毒の効果を高めるものです。目に見える汚れがある場合や
感染者の血液、体液等が付着した場合は、必ず石鹸、流水による手洗いをしてから、アルコールによる手指消毒を行ってください。ペーパータオルを使いましょう。水道栓は手首や肘で操作します。難しい場合は、手を拭いたペーパータオルを使って水を止めましょう。指先から消毒することがポイントです。WHO では手指消毒の5つのタイミングを推奨しています。感染者と関わる際は、このタイミングを意識して手指消毒をしましょう。感染者の居室や利用した共用スペースは、手袋を着用して消毒用エタノールで清拭します。特にトイレのドアノブや取っ手、廊下の手すりなどは念入りにしましょう。換気は 1,2 時間ごとに10分程度行います。共用スペースや他の部屋も同様です。換気の際は居室入り口側から扇風機などを使い、風の流れを作りましょう。食器は使い捨ての容器を使用するか、他の利用者の食器と区別します。下膳の際は接触感染防止のため、室内でビニール袋で覆います。室外の職員が受け取る際に、再度ビニール袋に入れ密閉します。洗浄は熱水洗浄が可能な食器洗浄機を使用し、80度で10分間洗浄します。感染者が使用したリネンや衣服は直接触れないように注意し、ビニール袋に入れます。室外の職員が受け取る際に、再度ビニール袋に入れ密閉します。衣服は食器よりも感染リスクが高いので、室外で受け取る職員もフェイスシールドを着用しましょう。衣類の洗浄時は熱水洗濯機を使用し、80度で10分間洗濯し乾燥します。熱水洗濯ができない場合は、次亜塩素酸ナトリウム溶液につけた後、洗濯・乾燥を行います。使用するトイレは他の利用者と分けるか、ポータブルトイレを使用します。おむつを廃棄する場合は、室内でビニール袋に入れた後、室外の職員に渡す際にもビニール袋で密閉します。排泄物は特に感染リスクが高いので、取り扱いには注意しましょう。施設内や廃棄物処理業者への感染防止の観点から、ゴミはすべて密閉して廃棄するといった処理をしてください。レッドゾーン内の備品などは外に持ち出さないようにしましょう。体温計やボールペン、タブレットなど、容易に持ち運びが可能なものには十分注意が必要です。新型コロナウイルス感染症は、症状が急激に悪化する場合がありますので、体調の変化には気をつけましょう。免疫力や心肺機能が低下した方、糖尿病や呼吸器疾患などの基礎疾患を持った方は、重症化しやすい傾向があるため、特に注意が必要です。感染者には、これらのポイントを定期的に確認してください。特に呼吸状態や意識障害には十分に注意してください。感染者の観察にはパルスオキシメーターを使いましょう。パルスオキシメーターは血中内の酸素飽和度を調べる機械です。一般的に 96% から 99% が標準値とされています。観察時は対象者の標準的な数値より3% から 4% 低下した場合、急変が考えられますので、すぐに医師へ連絡しましょう。急激に症状が悪化するケースが報告されています。こまめに数値などを確認しましょう。また協力医療機関等に相談して酸素ボンベの備蓄を行うなど、緊急時の対応に備える必要があります。入院調整のためやむを得ず感染者が入所を継続する場合、急変に備えて保健所と緊密に連携し、急変時などに備えましょう。また緊急の入院に備えて、家族への緊急連絡先についても再確認しておきましょう。
今回の動画では、施設内に感染者が発生した場合の対応を中心に説明しました。高齢者が集まる介護施設等では、まずは感染者を出さないことが最も重要です。今後も引き続き、感染予防対策を徹底するようお願いいたします。